皆さんこんばんは。あ、こんにちは。 SK48 9期生チーム S18 歳の中坂美優です。今日はみかん伝アワードのメイク配信をしようと思ったら、マキコさんも同じような配信をしてそうです。とってもちょっと気まずいけど可愛くなっていきたいと思います。ということでということでメイクします。今日もゆったりとゆったりと過ごした一日でしたが、最近乾燥がやばいやばなので、乾燥していきたいじゃない、可愛くなっていきたいと思います。お鼻の先荒れてないよ、耐えてますドレス着てくるもん、みんな本当に。はい、まずはスタジを塗ります。ずっと使っていた下地が買いに行っていないので、てかちょっとだけ安くてその下地に似てる下地がを知ってる人がいたら教えてほしい今塗ってる下地はあれを使ってます。有名なやつ、キャンディードールの紫の下地を使っていますが、いつもはポール&ジョーの日焼け止めがたくさん入ってるやつの一番明るいのを使ってます。ただ3000円くらいするので、それがこれは1500円くらいなので、ちょっとあと買いに行く時にちょっとすごい緊張しちゃうので、ポーランド上はあの薬局とかで買えるおすすめの下地があったら教えてほしい。にゃん、そう、みかん来ますか。イエーイ。昨日クラブグランパス、クラブグランパス行ってきたの。クラブグランパスのエンブレムが変わってたらしいですね。もう新しいのに。エスポアがいいらしいです。調べます。いやもういろんな薬局さんにお世話になってますよ。のり好きです。はゴリゴリのイエベですが、今は紫の下地を塗ってトーンアップを測っています。今日は1時間くらいやっても余裕あるって感じの、やっぱ冬は肌が白い女の子が可愛いです仕事抜けてきたの、ありがとう。やっぱ冬は色が白い。ただね、中坂の色が黒すぎて、この下地をがっつり塗ってしまうと、あのなんか不健康な色の白さになっちゃうので気をつけてますが、今日は結構ぬぬ最近コメント拾ってもらえない、ごめんね。いっぱいいっぱいコメントしてね面白いコメントしてくださいハードルが高い。じゃんじゃん、いっぱい数打ち当たる精神です。いやいや昨日は甘いもの食べ過ぎた。いいじゃないですか、一人で仕事してるから見放題は最高、最高の環境。待って、パウダーがないよ、パウダーがないよ。一旦歯で塗ります。やっぱみかん伝アワードなので気合い入れてメイクしていきたいと思います。はい、そばギフトあるの、あ、年越しそば的な。みんな絶対お仕事の時間なのに見に来てくれてありがとうね。よいしょ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 。飾れないかな、ちょっと中坂のショールーム画角には飾れないから、もうここにいます。みかん全 TV カレーにしようだって。え、みかん全 TV カレーにしてください。中坂美優ちゃんの家に人が泊まりに来たことは一度もありません。友達すらないです。うん、ファンデーションはしなくていいのならしない方がいいと思います。中坂はちょっと肌荒れがひどいので、ファンデーションで肌荒れを隠して生きているのですが、肌荒れしてないとかだったら絶対に塗らない方がいい。
止めません、誰も止めません、中坂の家には隕石が降ろうとも止めません。メンバーの家にはあります。サータンのどんなところが赤ちゃんでしたか？サータンの赤ちゃんだったところは、なんかもうなんて言うんですか、もう喋ったことないから、もうめっちゃイメージね、イメージで結構なんか結構サバサバしてるのかなって思ってたの、サータン。そうそう、でもマジでバブだった、可愛すぎる。バブだった一面は、意外とヒューンってなっちゃうところとか、合わせとかもねあったんです。初めての公演だからさ、さすがに合わせとかないと怖いじゃないですか。だから合わせとかもあったんですけど、なんか合わせとかいきなり先輩に囲まれてさやるからさ、もうめっちゃ怖いのね。私もそうだったんだけど、シューンってなっちゃってなんかそう可愛かった。また終わってからずっと安心してね泣いてたのが赤ちゃんやって思いましたそう、でもその喋りかけに行って、サータンの上立ちと一緒に喋ってたんですけど、したらめっちゃね喋ってくれたそう、おしゃべりできて嬉しかったです。中ちゃんに、でもね、わかる、サラちゃんの髪型見てるとめっちゃ髪切りたくなっちゃう。ちょっと待ってね、鏡見てない割には綺麗だけど、なんか光が暗すぎてうまくできん、今日化粧がギリギリ顔を見せていく。そう、赤ちゃんだなって思いました。なんか中坂にはそれがなかったのでなかったっていうか、なんかあんまりなんて言うんですかね、こうバブバブしくなかったと思うので、やっぱそういう子を見ると、コンシーラーもない、ちょっと取りに行ってくるね、見ないと生きていけないコンシーラーね、そうだ、みんなに聞いてほしい話があったの。ささ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 。コンシーラーはルナです。ルナの多分一番軽い色です。そうのね、リップを劇場に忘れてきちゃったので、大晦日まで取りに行くことないわと思って、結構この年末リップなしで生きていくのかって思ってたら、今日劇場行くから撮ってこれるんです、嬉しい。コンシーラーしてるお顔ってめっちゃ面白いですよね。髪の毛が、今日の髪型どうしようか悩んでるんですけど、皆さんストレートの巻おろしにするか巻きおろしにするか悩んでます。よし、したらちょっとだけ乾かします。初めて3期も上の先輩と話す、私たちの3期上ってなるとあゆかさんとかなんかな。でもそんな、でもなんだろう、結構人見知りだったかもしれない当時は。確かにドレスは着ませんえ、ドレス着るの私今日、なんか乾かした方がねいい気がするそう、イブの公演の髪型かわちかったね。かわちかったでしょ、イブ仕様だよあれ。
みかんヘアはできんですね今日。中ちゃんに会いたいだって嬉しいんだけど。会いましょう。コンシーラーよりも髪に鼻に紙粘土のがおもろいですだって。もういいやだって。どうしたの？クマちゃん部屋が見たい。どうしようかな。タツ年だしな。なんかタツっぽい髪型したいよね。まあタツっぽい髪型ってなんぞやって感じですけど。そうだよ今日みかん全 TV カレーあるからさ、みんな買ってよ絶対。買ってよってちょっと言い方よくないですね。ご購入いただけますと幸いです。リクエスト何ですか。ちょっとさコメントがさ早すぎてさ全然ね埋もれちゃうんだよね。ごめんね。そう、あとそうだ、インスタグラムの DM がまた送れなくなってるらしいんだけどさ、私ね何もね設定してないからね、インスタの仕様かあれです。お仕事戻るね、頑張ってね。そうお仕事の仕様、お仕事じゃないインスタの仕様か、なんかまた変なのになってるか、みんなの仕様があれになっちゃったのかわかんないけど、私は何もできて何もしてないんだ。ポン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 。完全アウト、中ちゃんが選ばれますようになってありがとう。同級生の推しメンなの？同い年なの？嬉しいねそれは。ずっと送れないんだ。そうなんだ、なんでだろうね。今年エスコイ何回あったんだろう。でも55くらい。よし一旦鏡見ます。なんかショールーム越しだとめっちゃ綺麗なのよお化粧。でも鏡越しだとやっぱり現実を突きつけられますから、多少崩れても本番前に直せばいいのでいいでしょう、いいでしょう。そうなんかねよくわかんないですよね。赤ちゃん楽しいですよ、知ってるよそんなことくらい、もちろん中ちゃん大好きありがとう。完売しちゃおうかな、完売してくださったら嬉しいです。今年公演減らしたつもりが去年と変わりませんでした。たくさん来てくれてありがとうございます。中ちゃんを推薦しました、アワード期待してるだってありがとう。もまめに返信、そうもまめの返信も読んでますからちゃんと。今年のS公演22回当選55回中、え本当に55回だった？答えは53公演でした。だってすごいね、24公演も22公演も来てくれてる方もすごい、すごいね。ちなみに中坂は53公演中53公演出てますから。坂はね、まあ、まさかに似てるって言われますね。なんか私は思ったことないし、思ってることがすごい失礼に値するんですけど、あのこれは私のおばさんしか言ってない話ね。私のおばさんは私のお父さんの顔を、お父さんの妹さんなんですけど、私のお父さんの顔をずっとなんかもうキムタクさんに似てるって言うんですけど、
あのもう月とすっぽんくらい離れてるので、あの やめてほしいです、そんなこと言わないでほしい、はい、もう劇場公演の表彰があっても多分選ばれてないくらい公演出てないそう、もうなんかどこが似てんのって思うレベルで似てないのに、もうなんか会うたびに言われるんですよ。いやもう一回マジなりきって撮ってみみたいな、超似てるからって言われるんですけど、私のお父さんの顔を見て思ったこと一度もないし、なわけないし、てか今日自眉毛が綺麗すぎる今日はとってもなんか化粧のれがいいです、嬉しい。じゃーん(笑)やっぱ未完全アワードなので、未完全アワード仕様でお化粧していきたいと思います。今年行く予定だったエスコイ2回も中止になっちゃって、なんかそういう方いらっしゃいますよね、何名か。申し訳ない本当に。ちょっとエスはね人数が少ないのもあってね、無事に公演できないことが多かったので申し訳ないですね。そのうちの1回は中坂の体調不良になってしまっているので、そう、今中坂はママ坂にということで、完全アワード仕様です今日のメイクは。といってもまあ割といつもと変わらないけど、どこら辺を未完全アワード仕様にしていくかが重要ですよね。まあそうですよね、今日はオレンジを強めに使っていこうかなと思います。みかんなんで。なんかさ、いっぱいメイク道具持ってる人ほんと羨ましい。中坂はなんかなくなったら買うみたいな、そういう、スタンスなので。ラメ多めもいいですね。まつげもギャン上げしていきたいお仕事で幸せなことはまた近いうちに言います。では言いますっていうか、そのお仕事が発表されてわかる、すぐわかる。まあ何かをお楽しみに。でも本当にあのちょっとねやばかった、昨日の仕事やばすぎて、もうずっと口角上がりっぱなし、マジ幸せだった。なんかね、うん、ちょっとこの仕事を組んだ方、組んでくださった方が天才でした明日誕生日、全力でお祝いさせて。でも明日さ、明日いつショールームできるか分かんないの、何時集合かも分かんないしさ、何時に終わるか何時に始まるかすらも何も知らなくてさ、今現在だから、もし明日朝配信かな、ちょっと分かんないんだよね。これ上がった、あ、すいません。じゃあ今日はいつもは薄いオレンジ色をここら辺に入れてるんですけど、今日は濃いオレンジを入れていきたいと思います。もう完全未完全仕様で、完全未完全仕様。わ、とてもいい。今年も明日見れない予感しかしない。だってピエン、でも明後日と28、29、30は夜できるのでゆっくり。28は絶対に映画を見に行きます28は頑張って早起きして映画を見に行きたい。
ちょっと濃いかな。マキコさん料理してんの？マキコさんこの後みかん山ワードだよね本当に。なんかね連絡がギリギリっていうか長坂の携帯がすごいバグってて、なんか自分でメール リロードしないとね来ないのね。でもあの早く見ても忘れちゃうじゃん明日の予定とかだから私が確認するのがギリギリなのよ。そうそう、映画って何見るの？グランパスの映画ですなんかねめっちゃ早朝か、早朝じゃないんだけど全然11時とかなんだけど、めっちゃ早朝かめっちゃ夜18時くらいしかやってなくて、ちょっと早朝に見に行こうかなと思ってます。全然早朝じゃないんだけどさ、じゃーん、いいんじゃない？なんかオレンジ感がちょっと薄いかな。でも最近メイク濃いって言われたので親にちょっと薄くしていきたいけど薄くできない、薄くできないの、濃いのにハマってる。でもこれは多分高校生あるあるだと思う。なんか友達のお顔とかに化粧するほどの技術ないけどさ、やってみたいよね。技術ないけどでも多分高校とか通ってる同級生よりはメイクしてるんじゃないかなって思うので、分からんけど、この前ね友達のお化粧一緒にやった。なんかさ、どこに塗っていいか分かんないとか言うから、これはここ、これはここって全部ね教えて一緒にやりましためっちゃいい感じ。いつもより薄いそんなことないか、めっちゃ濃いかもいつもより。今日はカラコン入れてないのであんまがっつり濃くするとね浮いてまうよ。よし、一旦こんなもんにしてみる。なんかいいキラキラないかな、ちょっと艶を足していこうかな。これは細かいラメなんですけど、ちょっと艶を足していきます。いつもは塗らないんですけど、まあショールーム越しでは伝わらないな。でもめっちゃなんか今日ケバケバかも。まあそういう日があってもいいでしょう。こんな感じです。かわちいんじゃない。続きまして涙袋ですね。涙袋はちょっとキラキラをのせる程度でいいです。今日の注目ポイントどこにしようかな。今日お洋服を、ま、気合い入れて買ったのでお洋服見てほしいです。どうしたら可愛くなれるの？むずい。私はもっと可愛く なりたいですよ。でもなんか昔の写真を見て、これは異例ですよ。今はちょっと太りすぎてるけど、あの太った方がちょっと可愛らしい印象になった顔がそう、今はちょっと太りすぎね。でもただ昔のちょっとガリガリの長坂よりはちょっとだけ丸くなった長坂の方が可愛い気がする。でもこれは あんまそんなデタラメは言えない。私だけ特例なペースかもしれない。特別な症例かもしれん。そうそう、今日眉毛全然かかんでもいいレベルで綺麗なんだけど、冬休みって暇じゃん。でね、暇すぎてね
インスタを見返してたのよ。今まで上げたインスタグラムを見返してたんだけど、見返すときにどこを注目して見返してたかっていうと、眉毛と前髪なんだけど、成長が著しすぎて、眉毛とかやばいよ、眉毛と前髪の成長が著しすぎる、本当に素晴らしいわ。そう、だからもし皆さんも中坂のインスタを見返す機会があったら、ちょっと眉毛と前髪に注目していただきたい。本当にすんごい変わってる。で、そして眉毛と前髪の重要性を感じます。確かに可愛くなるのに大事かも、眉毛と前髪って。わ、そうだ、ちょっとさ、もうこの時間の配信でも、この時間でも見てくれてる方がいるからね、ありがとう。本当に冬休みの課題、何それ何それじゃーん。ね、青海ひなのに会ってないけど、昨日さ、あれショールーム見ててさ、ハッピーな気持ちになった。青海がさ、日本にいると思ってハッピーな気持ちになりました。でも青海さんに会いたいけどな。なんかさ、いや、わかんないのよ。わかんないんだけど、私にはね、なんか親がめっちゃ青海さんがショールームしてると、なんかコメントしないよみたいな言ってくるのね。で、私にはその感性がわかんないというか、私は青海に用事があるときには LINE するし、例えばそれが帰ってこなくても、私は用事があるから青海に LINE するし、その自分のタイミングでちゃんと青海には LINE するって決めてるのね。ここら辺みたいな。でもなんか今ショールーム見てるよって LINE しようよとか、今ショールーム見てるよってコメントしないよみたいなのをもうめっちゃ言ってくるのね。で、なんかそのなんて言うんですかね、でショールームに人が来るとさ、その人にやっぱ注目がいっちゃうじゃないですか。そうそう、だから昨日のショールームのコメントは本物ですよ。ちょっとスルーされちゃいましたけど、タイミングが悪かったですね。そうで、なんだっけ、そう、なんか LINE しないよ LINE しないよとか、そのショールームにコメントしないよコメントしないよって言われるのがもうめっちゃ嫌なのね。その私のタイミングでするし、 LINE だってコメントだってするし、その、ね、そう言われんでもやるから、そのほっといてほしいわけよ。でもなんか今しないよみたいなのもずーっと二人でショールームしてる間言ってくるの、もうそれが本当に嫌これは反抗期ですかね、わかんないです。これが反抗期なのかもしれません。キミちゃんと定期的に LINE もしてるし、定期的に一緒にお出かけしてる。でもキミちゃんがずっと寂しそうだったので、最近その青海さんといるキミちゃんを昨日見てすごいハッピーそうです、幸せでした。やっぱ2月からキミちゃんはもっと寂しくなるだろうから、でも中坂はキミちゃん大好きなので、キミちゃんと一緒にいたいですそう、なんかこれは分かんない、メンバー的にどうか分かんないけど、私メンバーに写真撮ってって頼まれるのめっちゃ嬉しいんですよ。だって頼まれてるってことは、なんかちょっとはうまいって思ってもらえてんのかなみたいな。で、それが例えばインスタとかに
乗ってた時めっちゃ嬉しいじゃないですか。わ、私の写真が良かったから乗ってるんだって思うじゃん。だからメンバーにインスタの写真とかを撮ってって頼まれるのめっちゃ好きなんですけど、だからめっちゃ好きだからめっちゃこだわってる。そのメンバーのこういう画角が好きだなとか、こういう画角でいつも撮ってるなとか、このタイミングでこのメンバーシャッター切ってほしいなみたいなのをめっちゃ考えて撮ってるんですけど、インスタの写真を撮るときは。で、私にめっちゃ頼んでくれてたのが青梅さんだったので、青梅さんがいなくなってからね、こうあんま頼まれる機会がなくなっちゃったのよ。そう、でも最近キミちゃんの写真撮ってたり、ヒメタの写真撮ってたりとかするんですけど、頼まれるとやっぱちょっと嬉しいですね。っていうっていう、本日のまつげ、かっこまだビューラーだけだけど、そう、ちゃんとこだわってんの。だからちょっと自分の、私の写真を撮ってくれるメンバーもちょっとこだわってくれたら嬉しいなって思います。そう、甘えるのもむずいですからね。宿題せんと JK4 になるでということで、卒業します、頑張って。カメラは使ってないです、みんなの携帯でだけど、そう、みんなの携帯でよりよくいい写真を撮るように心がけてます。だからもしよかったら頼んでみてください。ひめたんの足長写真はほぼ私が撮ってますとか言って、どうしよう、全然そんなことなかったら、ひめたんがこういう画角好きだなっていうのはわかる。めっちゃ撮ってるから。やばい、まつげ無言になっちゃう。集中しすぎてね、まつげ無言になっちゃうよ。でも松葉行きたいんだよね。キョッピーにさ、松葉行ったら変わるって言ったらさ、やっぱ人生変わりますって言われたからさ、やっぱ2024年は人生を変えるべく松葉に行かなければならない。中坂になりたい？なんでなんで？中ちゃんって大晦日どっちの声に出るのってことで、昼の方に出ます、若いね。いや、めっちゃね、大晦日のね、昼公演ね、いいですよ。ちなみに大晦日予定ない方はぜひ配信で見てください。もう温まらなくなってる。雪の電池だから悪いのかな。3回くらい使っただけでさ、電池なくなっちゃうのこれ。もうなんか電池の問題っていうよりは、多分ホットビューラーをもうずっと使いすぎてて、の消費電力がバグってんのか、めっちゃ熱ってなることもないし、なんかよくわかんないんですけど、替え時かなって今年の1月くらいから思ってます。イエーイ。わ、ちょっと今日上手じゃない、まつげも。ギャンギャン。劇場行きます。お、大晦日の昼公演、若い子いっぱいで目つりしちゃいそうということ。あ、若い子が好きなんですね。昼現地で見たい、ぜひ。メイク時間が変わるだけじゃないのか。メイク時間もでも全然ね違うよ。適当な日15分とかで終わる。そう、松葉でやると人生変わるらしい。そう、めっちゃね楽らしいし、やっぱこのまつげが元から原因じゃん。だからさ、
ともうすっぴんも可愛いみたいなもんだよね。12機の捕獲を狙ってる星は何？捕獲は狙ってるだって。全員と友達になるところから頑張ります。とりあえず奥野ちゃんとサラちゃんとは喋ったので、ちょっと一旦全員と喋りたいよね。いやなんか11期は本当に、いやもうこの11期トークはちょっと控えるわしばらく。でも11期は本当に大好きです。12期も大好きだし10期も大好きだけど、なんか なんでだろうね。でも11期がすごい私に優しい。こんな先輩でもすごいなんか優しくしてくれます。いや10期マキコさんが見てる本当にね。マキコさん料理作ってたんじゃないの？どこにマキコさんいらっしゃるんですか？どこにマキコさんいらっしゃるんですか？あ、ショールーム越しに見てる、もしかしてキラキラ送ってるマキコさんが。え、マキコさん今日私めっちゃ緊張してるんですよ。もうみかんもう作り終えたし食べる。早っ、え、マキコさん早っ。マキコさん今日めっちゃ緊張してるから盛り上げてほしいです。なんかもう本当にみかんぜアワードが一番緊張する。からちょっとマキコさん助けてください。このホットビューラーさ、もう絶対冷めてる。寒いからかな。めっちゃいい。まつげ。そう、いじってくださいって。めっちゃ本当に緊張してます。カレーのこと考えて紛らわすしかない。はい、まつげやばい、めっちゃいい感じ。ゆきゆき、とはまきこさんと仲良しになりたい。なんか最近めっちゃ池田と仲良しじゃないですか。まきこさん羨ましい。池田が羨ましい。また後でね、だってまた後でよろしくお願いします今日も。優しいですねマキコさんは。なんかショールーム友達みたいな。最近だって池田と仲良しなイメージあります。ではノーズシャドウ、やばい、ショールームで見えるくらい影が入ってるってことはめっちゃ濃い。まあ、ぼかしていくので大丈夫でしょう。すごいことになってる。すごいことになってる。これ大事ですから。でもね、上手にねできないの。どうしようと。面白い。山田陸選手長崎市、え、ね、思いました。なんかびっくりしたんだけど、しかもなんか先に長崎のツイートを見て完全移籍でやってきますみたいな方を見て
って「えー!」みたいなそっちに「え!」でその後にグランパスから情報出て「えー!」ってなってました。びっくりなんだけど、最終節出てたからさ、残ってくださると思ってたじゃん。すごーい。そう、完全移籍だから、うん、長崎行っちゃうんですよ。でもちょっと J2 はビファーレンとジェフユナイテッド千葉がすごい好きなので、素晴らしい素晴らしい。え、めっちゃいい、え、めっちゃ今日いい感じじゃない？鼻すんごいちっちゃく見えるよ。鼻筋すごいよね。ノーズシャドウ上手？本当に？ちょっとまだね、初心者よ、ノーズシャドウ。今年のね、9月くらいから始めた。なんかちゃん今2時43分ね、だって。ありがとう。それ嬉しい。わ、仙台行きたいよ。でも仙台ちょっと遠いよね。メガルタもさ、強いイメージある。今日めっちゃノーズシャドウ上手なんだけど、体調悪いの？うん、大事にしてね。なんかマジ寒すぎて最近さ、無理よね。横向いたらでもない、横向いたらダメなんだよ、ノーズシャドウっていうものはね。こんなに鼻ないことある？人生、人生じゃ、人類で一番鼻低い自信ある。やばないやばない。山田陸選手がね、移籍しちゃったのよ、完全移籍。昨日はね、三國選手がやってきてくださいましたけど、完全移籍で。ふぅー、ハイライトは、わあすごい、鼻鼻って感じ。これ使ってます。これは、ポケモンパン集めをしていた同期にもらったポケモンパンのポケモンの横についてるなんかシールですセザンヌですね。そう、そう、ポケモンパンの横についてる、だから絶対いらないやつを、うん、いらないやつをね、貼ってくるんですよ。ほら、ここにも貼ってある、同じシールだ。だから同じシールいらないから貼って、貼られましたチークを塗ります。昔の中坂はチークも全然塗ってなかったんですけど、最近はチークの重要性に気づいてます。チークは大事です。もう芸術だね。そうだよ、これこんなにメイク上手なのに美術のセンスはないですからね。面白いですよ。ハッピーセットの話してました。ってキティちゃんのハッピーセット結局買えなかったんだけど、もうどこでも売ってないらしい、どこにも売ってないらしい。カヌちゃんとデカヌちゃんはぬいぐるみ出たのに、中ヌちゃん出ないんだよね。だってなんで中ヌちゃんだけ出ないの？中ヌちゃんって知ってる？みんな中坂にそっくりポケモンだからね、マジ。中坂のちょっと前までの LINE のアイコンでしたそうT ちゃんだ、結局買えなかったんだよね。すごいね、やる気には満ち溢れてたんだけど、発売までもうどこにも売ってないらしい。でこんな感じです。あ、こんなところにも貼ってありましたあとはまつげだな。ヤンコールさんの観覧車乗りたいけどさ、なんかさ、観覧車待てないタイプなのよ。だからいつももう来たゴンドラに乗っちゃうから、そのいつもだからロゴに乗ってんのよ。 SK の時も誰かのじゃなくてロゴとかに乗ってんの。だからさ、アンコールさんのタイミングじゃなかった時にさ、待つ勇気がねないのよ。でもいつも下からういちゃんの探してる。
ういちゃんとののさんのやつ探してる。よし、え、めっちゃいい。今日めっちゃいいよメイク。今日めっちゃいい。未完全ワードなんか気合入ってます。あ、アイライン引いてないや。今日一番若いかな、多分。アワードを獲得する自信全然ないです。メイクめっちゃ濃い今日。アイラインだけ引いたら終わります。今日もいっぱいおしゃべりできた。ゆる配信は多分できなさそうなので、開演がね結構ゆっくりなので。クリスマスケーキ食べてないよ。良いのでは。将棋にさ似てる？もうさ、将棋子はあれです。メイクが薄くて可愛い。なんかそこはメイクがキュバキュバですから。正源寺さん大好きですよ。よいしょ。こんな感じかな。いや、今日のメイクが上出来すぎてやばい。ここ最近で一番可愛いかもしれん。じゃーん。ということでメイク終わりです。じゃんじゃん。今日の髪型どうしよう。ストレートも可愛い。さあ、ののさんのやつあれしに行ったんだ。さすがだな。ちょっとメイク道具を傾けて、ちゃんと昨日配信終わった後さ、あれしたの。掃除機。偉くない？偉い。確かにパーティーかアワードだもんな。確かに巻き巻きもありだな。確かに。クマさんヘアは自力でできないよ。だからちょっと劇場でまたやるね。もうこの長さになってから自力でできなくなっちゃった。あと髪の毛多分切らん気がするな。うんね、短い頃の写真を見返してって、今の長さが一番可愛い気がしてきた。ということで終わりまっちゅ。電気配信のブラウンからはブラウンにやめてもらっていいですか。マネージャーさんなんですけど、あの商品は何だったっけな、プリンかスコーンかだったんですけど、いやスコーンもらいました。へプリンでもあれだった、モロゾフでした。中坂大好きなモロゾフのプリンでした。終わりまちゅ。にゃー。
そう、今日グリーンフィールド着てたんだ、久しぶりに。これもう寒いんですよ今ね。やっぱさやばいんだよね、ショールームのスタンド、ショールーム専属スタンドがもう悲鳴を上げてるんですよ。いつ壊れてもおかしくないの、もうやばくて、ここやばいの、やばいよね。もうどうしたらいいか分かんないの、もうほんとぐんらんぐんらん今ということで終わりまーす。ちここ特殊ルーム専属スタンドだったのに、もうちょっと壊れそうです。今日ノーテロップでやってた、もしかしてね。ほっぺオレンジだよね、めっちゃ可愛い。終わりまち。福たぬきさん、ハート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 。エゴさんは紙吹雪、長坂さん紙吹雪、紙吹雪が出てこないんだよね。長坂さん I love you、 これなんだろう、反抗期。すごいよく覚えてるねその話。反抗期さん可愛い、ブーブーグーグーさんハート、ウキーさんハートハート、反抗期さんコバ、ウキーさん誰もハート。何これ、仕事中ウサギさん良いお年をだって。これ可愛い、ネオン感がいいですね。福田のきさん、レインボー白のクマさん、紙吹雪、ゆきいさん、だるまもふもふさん、ライフ、大馬ちゃん、紙吹雪、ハート、自転車ラスカーさん、良いお年を、紙吹雪、 I love you、 ハタゴンさん、タラーの音符、エゴさん紙吹雪、自転車ラスカーさん、花火白のクマさん、紙吹雪、もふもふさん、ライフ、ハタゴンさん、タラノムタラの音符、スポーツカーさん、ハート、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラノムタラの音符、もふもふさん、ハート、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラの音符、スポーツカーさん、だるま、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラの音符、さんちゃん、クリスマスさん、ハート、ハタゴンさん、タラノム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 タラの音符、スポーツカーさん、ハート、白のクマさん、紙吹雪、スポーツカーさん、だるま、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラの音符、ブブググさん、雪だるま、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラノムタラの音符、スポーツカーさん、ハート、だるま、まるまる猫さん、ハート、やばい、もう携帯触るだけでグラグラ。何事？スポーツカーさん、青玉、ハタゴンさん、タラノム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 タラの音符、スポーツカーさん、ハート、ハタゴンさん、タラノム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 タラの音符、スポーツカーさん、ダルマ、ハート、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラノムタラの音符、スポーツカーさん、ダルマ、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラノムタラの音符、スポーツカーさん、ハート、ハタゴンさん、タラノムタラの音符、モフモフさん、紙吹雪、スポーツカーさん、ダルマ、ハタゴンさん、タラノムタラの音符、スポーツカーさん、ハート、ダルマ、ハート、メイナメロンさん、可愛いウキーさん、紙吹雪、白のクマさん、赤玉、スポーツカーさん、ダルマ、ストベリーニャンコマカロンさん、紙吹雪、 I love you、 ナッキーさん、青玉、消しゴムさん、ハート、ひこぼしさん、紙吹雪、スポーツカーさん、ハート、ナッキーさん、紙吹雪、メイドメロンさん、かわいいユキーさん、レインボー、メイドメロンさん、紙吹雪、ムキムキマッチワンちゃんさん、紙吹雪、チーズくんさん、ハート、中坂さん、ハート、ハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださったたくさんの皆さん、ありがとうございます。この14時から見ていただいて本当にありがとうございます。ペコリペコリ、鼻かゆい今何時だろう、髪の毛やる時間あるかなということで、今日はなんか10時からだからね、いつも見れないよっていう方とかね、珍しい方とかたくさん来てくれてすごい嬉しかったです。クリスマス気分はで、まだ今日までクリスマスです、私は。ということで今日もたくさんのギフトありがとうございます。では続きましてランキングを読みます。今日の中身73位はデケデケデケデンバーン、サトカホヌマクロワッサンさんのアバターのふん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 さんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、みんな残りの仕事頑張って。では続きまして20位から読みます。いきます、せーの、男子がひるさん、紫のスライムトロトロさん、ここで一発さん、ワンワンさん、怪獣さん、反抗期さん、リボンクマさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうありがとうございます。では続きまして13位から読みます。
13位、さあありがとうございます。福田抜きポンポコポン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 。12位、さあありがとうございます。スポーツカーブン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 キー。11位、さあありがとうございます。電車ラスカルビュン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 。10位、さんありがとうございます。メイドメロン、お帰りなさいませご主人様。9位、さんありがとうございます。ウキーウキーウキー。8位、さんありがとうございます。抹茶マンだ今日は、ありがとうございます。7位、さんありがとうございます。シャーシャー。6位、さんありがとうございます。紫のトゲトゲヘアーキラーン。6位じゃない、5位、さんありがとうございます。仕事中ウサギぴょんぴょん。4位、さんありがとうございます。 SK になってきた元気娘。3位、さんありがとうございます。皆さんハタゴンさんと一緒にうどん食べに行く、行くやん。ブブブブ。2位、3、ありがとうございます。ガロさんガロさんガロさん。そして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドンデン3です。イエーイ。せーの、水うさにムーブムウサギブンブン、ありがとうございます。今日のみかんの味方いきます。お、待ってます。ということで、今日も皆さん配信見ていただきありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。今日はみかんの剥き方みかん全アワードがですね、19時からありますので、皆さん DMM だったり劇場に来てくださる方もぜひ一緒に楽しんでいきましょう。これこの後髪の毛やって着替えて長坂も出発したいと思います。では終わります。皆さんも良い年末年始をお過ごせるように今日から楽しんでいきましょう。そっか、今日ビンゴかさせてください。だって、了解了解。お仕事頑張ってね、みんな。こんな時間に配信を見てくれてありがとうございました。今日の予想は、でも今日から25とかそういうのが使えなくなったので、今日はもう奇想天外な数字が来ると信じて、73。みかんの剥き方みかん全アワード、みかん、じゃあ7310でいきます。あの10ちゃんなんでね、テレビ愛知さん、いきます。せーの、バン。あー、376、なんで6だろう。なるほど、26日だからかな。ということで、ちなみにミュウが予想した10番は、あ、結構低かったですね。ということで、いい線いったと思ったんですけどね。では終わりたいと思います。4017盛り上がりありがとうございました。コメントしてくださった方、星ギフト投げてくださった方もありがとうございました。夜配信はない方、可能性の方が高いのでね、あったらラッキーって思ってください。では終わります。せーの、まいちゃん、じゃんけんポン、あっち向いてほい。合言葉はピアス。今日はじゃない、明日はまだ時間が分かり次第メールします。おやすみじゃない、今日も楽しみましょう。バイバーイ。ピオスってすごい無意識に言っちゃった。みかん全アワード楽しみましょう。イエーイ。